えっと、産経新聞のニュースサイト、はい、産経ニュースのサイトなんですが自由民主党安倍政権の目玉政策である一億総活躍社会の実現に向けまして、はい、いよいよ今日から一億総活躍推進本部で議論を再開します、はいうん、で4月にも提言をまとめて政府が5月に公表予定の日本一億総活躍プランに反映させようということで一、はいはい、億全員頑張って生産性を上げましょうと、はいまあね、な頑張らなきゃって名前ですね <laughs> あのね前にもね、この1億総活躍はね、まあ紹介したけどね、その時はなんか、たまたまね、あの病気になってる。 して人だとか、入院してらっしゃる方、そんな活躍できないよって、だから活躍してても、大たちぐらいの年になるとね、もうみんな定年だし、そんな働く場もなかなかないし、本当にね、一生懸命探してもね、職、なかなかないねってね、全部活躍したくても活躍できない人もいる、でも、それでもね、やっぱりなんかこう、成長戦略2の、みんな働いて生産性を上げて豊かになりましょうみたいなことを言ってるんだけど。 これが。 人間の世界でこうういこことやってるわけだ田さんれでこのままの形でいくとちょっとおかしなことになるですそうなんですね毎日新聞の記事です頃に集団の中に必ず働かない働きアリが23割いるっていう話結構これでもあか言ないあそうなんですか必ず集団のアリの中に23割働かない働きアリがいるんですでこれが実は他のアリが疲れちゃって動けなくなった時に代わりに仕事をするようになって 集団の長期存続に不可欠だという研究結果これを北海道大学などの研究チームが発表したということなんですねで、今までの研究によると働くアリだけのグループを作っても必ず働かないアリが一定の割合で現れている てしまうということだったんですがどうしてこの非効率な存在である働かないアリが一定の割合で必ず生まれるんだろうこれは謎だったんですねで自然界では働きアリがみんないっぺんに働かなくなると必要な卵の世話が滞ってその集団自体が滅んじゃうとでこの研究チームは最初によく働いていたアリが休むようになると、はい 働かなかったアリ、つまりスタンバイしていたアリが動き始めることを確認したと。うんはい、で、さらにコンピューターシミュレーションをしたところ、<ー>働きアリが全て同じようによく働いて、はい、疲れが溜まるペースもみんな一緒、うん、こういうケースと、はい、もう一つは働き度合いが点でバラバラのケースを比べてみました。うんはい、すると、真面目で一生懸命働くアリだけのケースでは、みんな一遍に疲労で動けなくなって、集団が滅んじゃうのが早く来る、えー、と。 で働かないアリがいる方が実は集団としては長生きする長く存続する傾向があったということなんですねでチームの北海道大准教授の長谷川さんは働かないアリが常にいる非効率的なシステムの方が集団の存続には欠かせないんだと人間の組織でも短期的な効率とか成果を求めすぎると悪い影響が出ることがあって組織を長い目で見て運営することの重要性をほのめかす結果に だとと言えるんじゃないかとあ、あのーまあ、これはありの世界のをねしょ、皆さんに紹介してあの、打って変わって人間はって言おうと思ったんだけど、その最後に、人間の世界でもってあったみたいだね、そうですね、<ー>人間の組織でも、まあ、短期的な効率や成果を求めると悪い影響が出るんじゃないかと、まあ、長い目で見た方が大事ですよと、はいはい。一定の割合で働かない人がいた方が、ひょっとして組織全体は長生きするか。 そうかそういった意味で私はあの億総活躍に反対します日本を長く持続させるためには私の私の思想こそが新聞の受け売りですが私の思想じゃありませんが新聞の受け売りで申し訳ないが私の思想こそが 人類を永遠にこう存続させていけるっていうことが証明されたわけですアリのおかげでどうやって顔してますじゃあ怠けありがとうありがとう。怠けありじゃないスタンバイありってことですねだから言い方変えないといけないってことですね怠けなしちょっと違うんです怠けありだと思ずっと働かないと思ってたら違うんですね じゃあスタンバイしましょうスタンバイ。スタンバイする。交代用意の。ということですよね。はい。食べた方はまたスタンバイ。一生懸命働いて、一生懸命セックスして倒れてしまった折には。一番余計なこと。何が？余計なこと。私たちがスタンバっていて。そこ変わらなくてもセックス途中から。 受け継ぎだと、何や、何、私、途中からでございますが。私がお邪魔させていただきます。あ、小さいものでございます。あ、ちょこん、ちょろっとお邪魔させていただきます。そういうスタンバイなんですね。そうですね。まあ、でもね、まあ、冗談ま冗談は言うけどね、やっぱりそうなんだよ。やっぱりなんか。 これはいつも思うけどさどっかさなんかこうぎくしゃくしてきてるのは、うん、一役総活躍とかね、うん、このこののりしろね、うん、これがいろんな芸術でも、うん、まあね今大学で文化系をなくそうとしてるけど、うん、文化系はやっぱりさのりしろを。うん だったのかもしれん。も、いや、もっと本当はもっと重大だよ、文化系はね。だけども、そのなんかこう、未来の科学のこと考えたり、小説のね、ものすごいの作ったり、音楽の、まあ今日のグラミー賞を取ったね、小沢昭治さん。小沢誠治さん。誠治さん。名前間違えたうん。リンゴイチゴまあいいやね。リンゴ。マシュマロ。マシュマロ、マシュマロクリーム。

新骨頂ですよ、嵐山さんね、人生を楽しむにかけては嵐山さんのこと、今出てる「週刊朝日」に書いた、嵐山講座、コンセント抜いたか、今週のタイトルは、ベロンベロン、タイトル、ベロンベロン、あっちで酒飲んで、芸者と酒飲んで、店帰ってまた酒飲んで、それでまた神楽坂で酒飲んで、それで何か食って、帰ってきて寝て、それでおしまいって、そんなエッセーあり

まあ日本っていう国がこうね、うん、それはもう成長戦略でね,ね、うん、目先のね23年とかそのくらいのこと考えてれば、ねうんね、そうなるかもしれんけどさ、うん、もっとさ何千年と、ねうん、長いこの日本国、うんねまあ、世界と協調しながら生きていかなくちゃいけないってことを、うんうん 投げなさい。ボールって投げてた。ボールがールが。投なさいも本当に。はい。いやでもアクセ。タイの泥水を飲んできよって話なのこれはだからね。本当ですか何日飲んでるの。じゃあ朝子さんいいってことですよ。必要最低しちゃった。そのままでいいってことですよ。あ本当そのままで。じゃまた行くわ。やっぱりね今。 本気でそう思うよね、でもね、なんかみんながアクセスしちゃうと、絶対心に余裕がなくなっちゃうんですよで、私も会社でサラリーマンやってましたから、なんかみんなが本当、目先の目標とかそういうのに行くと、人のこと思いやれないんですよね、蹴落とすじゃないけど、私は声を大にしていたい、政治家は100年先のことを考えて、政策をやるんじゃないのかい なんか、きょうなんか誰か、なかありますね、何かあります、でもね、その通りですよね、50年先、100年先よ、もう生きてないって思ってやってる政治家が多い気がしますよね昔はだって、偉い政治家、先、たくさんいたよ、もう100年先のこと考えて、この国の政策をしようとかしてるのにね、それに引き換え、日本は何え高度経済成長が終わったら、その分、国産に乗り換えて、成長しない、太田さん、記事あったね、そういうの。 えと東京新聞の記事なんですけれども、うん、あの2012年から15年度まで。 当初予算の範囲内で赤字国債を自動的に発行することを認めてきた特例公債法という法律があるんですが、はい、この改正案が今衆議院で審議されております。はい、で、これを2020年度まで延長する内容で、うんはい、まあ、与党は3月中の成立を目指しているんですが、はい、あの、国の予算というのは、はい、税金の収入で賄うという原則から、これ外れていますよね。うんうん、借金で国の財政を賄おうとしてるわけですから。ね、で、かつては、例外中の例外だったんで、 年度毎年度、法律を立てて、国会で審議して可決させて、で、赤字国債出してたんですけども、今の、まとめて、どうみたいな感じで法律ができてます。で、これ5年延長すると、 財政規律大丈夫なのかなと。政府が目標とする2020年度の財政健全化への影響も懸念されているという記事なんですね。もう朝こめこのグラフ見てれ、このグラフを。棒グラフ、棒グラフ。グラフ。見てこれ。こんな階段登れないよ。階段じゃん、んなくてんだ。棒グラフですよ、棒グラフ。すごい。赤字国債残高の推移の棒グラフ。2000年から、もう伸び方がもう半端ないですね。うん。まあ、いな まあ、ワニの口って言われてるけどね、この国は成長が、ね、高度経済成長が、こう、少し下火になってきた。で、それで成長が下火になったとき、どうしようかしたときに、はい、まあ、あのー、国債とか発行して、あのー、国の予算を、借金して、国の予算を増やして、だ今なんかでもね、あのー、 こ今年なんかもそうだよね、なんか最高のなんか予算、そうですね最高額の予算を92兆いくらとか組むわけだよ、だけど税収は50兆ぐらいしかないわけだよ、残りは借金なわけだよ、財政再建とかさ、言っていながら、もうこの国の財政の半分はちょっとおばか、それ以上は借金でやってるわけだよ。 で借金でやってて、それはずーっと積み重なってるってことは、成長してない分を借金で賄って、自分たちの将来のツケをもっと先に回しながら生きてるって同じことなんだよ。それをどん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 増やしてってさ、もう財政再建なんか、ちゃんちゃらおかしいよ。これ見たってできるわけないじゃん。1000兆円超えてんだから。 でこれ国民の借金なわけですもんね、まあ、よく言われてますけども、もま、ね、れながれにしてね、うん、借金をもう、おぎゃーっと生まれた時から、うん、もう日本人は借金背負って生まれてるって言いますけどちょっと景気が良くなって、税収が増えたら、うん、これ、赤字国債の借金、返済に当てればいいのに、またばらまいちゃったりとかってするんで、借金一向に減らないっていうそれだけで足りなくて、量的、異次元の金融緩和。金融緩和、ちょっと待ってと。 ちょっと待ってね。異次元って何だと次元の違うっていう意味だよ。異次元ではやってほしくないですよね。この次元で読次元。僕のこの世界3次元だよ。この世界。異次元って言ったら4次元か2次元だよ。もう。もう八尾井純一さんの世界だね二次元だったら、二次元だったら漫画だよ。ね二次元っていうのは漫画の世界ではみたいな話だろ、これ。 間違ってたかわかんないけど。<laughs> でも分かります。言わんとすることはやや言わんとすることははい。はい。それでは今日は、マシューマロ記念。言えたね。言えた記念。記念マシュー。<れ>めだ始めましょう。